ちょっと見てほしいんだけど。ほう。直線運動が、円運動に。これどういう原理なん？教えて。今回は、これどういう原理なん？の回のパロディでした。プルーブクラススタート。超簡単に説明すると、単振動による y イコールサイン x のグラフと等し加速度直線運動の連立総合関係が関わっていると思う。もうちょっと、わかりやすく解説すると、等加速度直線運動は、直線上を同じ加速度で移動する運動する原理と、高校数学2で学ぶ三角関数のグラフである周期に π の周期関数を合成した sinx プログラムシステムの一種と考えることができる。これらの等式が一定の間隔で直線運動がちょうど単振動から円運動に見えるって感じだから、なんとなく直線運動から円軌道の運動に見えたってこと。こんな風に楽しく解説授業動画を高頻度で投稿してるので、ぜひチャンネル登録してからリクエストしていただけると動画作りの励みになります。いつも見てくれてありがとう。